では、遺産数理工学の2回目の授業のリアルタイムの方を始めていきます。でですね、まずはコメントいただいたところから紹介していこうと思います。ですね。ですね、まず演習問題の解き方がわかりませんっていうコメントがあるんですけども、ですね、ヒントは出しを示しないんですけども、どのように考えたのかわからないと私もヒントの出しようがないので、どのように考えたのかとか試したのかってことをまず教えてください。はい。それによって私のヒントが変わってきます。はい。よろしくお願いします。で、コラッツ予想に関するコメントが多かったんですけども、まあ私もコラッツ予想について研究しているとかそういうことではないので、あんまりコラッツ予想自身に詳しいわけではないんですけども、コラッツ予想についてはですね、声を出しちゃっていいのかな？ウィキペディアのページがあって、詳しいので、ぜひですね、見ていただいて、いろいろと考えていただくと、いろんなことが、まず知識として知れるのかなという気はします。例えばですね、こういう図とかもありますので、こういうふうに出しちゃうとあんまり、この図は何かというと、横軸が N ですね。N っていうのはその関数に初めに入力する引数として渡す自然数ですけども。で、この縦軸は何かっていうと、1にたどり着くまでに何回その関数を実行するのかということですね。まあ、もともと1だったら、まあ、0回になると思うんですけども、まあ、こんな形の分布というか図ができるところですね。はい。まあ、これを規則的と見るのか、不規則と見るのかっていうのは、まあ、人によって印象は違うかもしれませんけども、まあ、こういう、多分、ただ何でしょうね、その研究をするときとかっていうのは、まあ、こういう図を書くところから始まるのかなっていう気は、まあ、しなくはないですよね。で、まあ、もしこれを見てですね、法則がわかるんだったら、素晴らしいということになるかもしれませんし、まあ、実際そういう法則が成り立つってことを証明できれば、まあ、素晴らしいということになるので、まあ、そういうところから考えていくことになるのかなというふうに思います。はい。で、まあ、あとよく書く図としては、図としたらパッと出てくるかな。こういう図ですけど、これは見えるのかな。ちょっとこれ小さすぎて、大きくしようとか、どうやって大きくなるのかな。あ、大きくなりましたね。だからこういう図ですね。何かっていうと、例えばその703っていうのを入力したら、その次、どんな数字なのかっていうと、それは703の3倍プラス1なんですけども、3倍すると、7321、遮断が9で、プラス1だから2110ですね。って感じになって、で、じゃあ次、じゃあ2110を入力したら次何の値なのかっていうと、これは偶数だから2分の1になって1055という形で、どんどんその自然数が生まれていくわけですけども、それはどのように、順番で変わっていくのかっていうことを、これ、グラフを使って、有効グラフを使って書いてるわけですね。で、まあ、たくさんあって、ちょっと色付けの意味はちょっとわかんないんですけども。で、最終的に、まあ今知られているところでは全部これが最終的に、おっと、最終的に、ちょっと待って、最終的に、最終的に、全然最終的になったところじゃないですけども、最終的に、最終的に、最終的に、全然いかないね。そして、ここら辺ですね。168421という形になっていくと。ということですね。っていう、まあ、図を書くとか、まあ、こういうところから多分、始めていくという感じになるのかなという気がしますね。で、先ほどのこの Wikipedia のページですけども、まあ、知られていることがたくさんまとめられてしまった。まとめられてますので、まあ、参考になるかもしれません。はい。ということですね。はい。ですね。あと、最後に、これですね。グラフにおける完全マッチングの数上げも学びました。最大マッチングについても完全マッチングに数上げられるでしょうか。ということですね。で、まあ、私の回答としてはできますということで、ちょっとこれを、まあ、どんな感じになりそうかなということを紹介しようかなというふうに思います。
ちょっとそれを今から15分ぐらいでやろうかなと思ってます。はい。で、しまった。これですね。これ、授業で扱っていたグラフなんですけども、変化があったかな。まず、最大マッチングっていうふうに、言葉があったので、これ、まず多分最大マッチングって定義しないといけないと思いますけども、完全マッチングの時には、その辺を選んできて、すべての頂点に、ちょうど一つ選んだ辺が接続するような形のものを、完全マッチングと言ってたんですけども、ただ単にマッチングと言ったら、直感的に言うと、そのペアを作っていない頂点があってもよろしいというのがマッチングです。で、もう少し数学的に言うと、辺を選んでくるんですけども、そのどの頂点を見ても、その頂点に接続している辺が1か0、たかだか1であるっていうのがマッチングです。こうかな。辺部分集合で、拡張点、辺集合でと書かないで、辺部分あれ、消すのは、辺部分集合、M で。M で各頂点に接続する M の辺の数が高々1ですね。っていうのがマッチングです。はい。で、最大マッチングって言ったら、それは、要素数が最大のマッチングです。字が汚いな、いつもながら。予想されるマッチングです。で、例えばですね、まあ、授業の中で言った通りというか、ちょっとか、これ消そうか。消えないや。これ選びたい。上に行かない。で、レーザーポインター、これ選びたいんですけど、まあ、選べてた。この B1 っていうこのグラフがあって、で、これ頂点数3なので完全マッチング存在しないんですね。完全マッチング存在しないんですけども、マッチングっていうのがあるわけです。マッチングっていうのは。で、例えば、ちょっと、じゃあ、これちょっと、例が小さすぎるので、もう少し大きい例にすると、B3 ですね。B3 っていうのは頂点数9なので、完全マッチングは存在しないんですけども、マッチングが存在するわけです。で、例えば、まあ、例えば、この2つの辺ですね。だけ選んで。これマッチングです。これマッチングです。どの頂点を見ても、その頂点に接続する、選んだ辺の数は高々1だから、1か0だから、ですね。で、他にもあって、例えば、まあ、これとかですね。まあ、これもマッチングですね。これ3つ選んでですね、辺をね。これマッチングですね。で、辺4つ選ぶっていうのは、これもマッチングなんですけども、これが最大マッチングです。頂点数じゃなくて、辺の数が4以上のマッチングっていうのは、このグラフに存在しません。ので、この場合、この4つ選んだ、この選び方、これが最大マッチングです。で、今、問われているのは、最大マッチングいくつありますかってことを聞かれているわけですね。で、これはですね、割と大変なわけですけども、大変というか、これを計算したいと思うとすると、どうなるかというと、まあ、そのための全化式を作るということになるわけですね。で、そのコメントというか質問の中にもあった通り、ちょっと場合分けは多くなるわけです。例えばですね、この B3 の場合、B3 の場合は、その、まあ、ペアにならない頂点っていうのがちょうど一つできることになるわけです。最大マッチングにおいては。で、その頂点がどれになるのかっていうことは、まあ、今はこの左上の頂点がそうなってるんですけども、まあ、そうじゃない場合もあるわけです。で、そうするとですね、そういうのを、どの頂点が、ペアにならないのかとか、ということを考え出そうとすると、まあ、大変になるわけですね。割と大変。だから例えば、この左上の頂点がペアにならない場合とか、その下の頂点がペアにならない場合とか。あ、で、何を言ってるかというと、そのペアにならないところを決めれば、
ペアにならないところを決めれば、残りの部分は完全マッチなんです。今、この、例えば、この B さんの左の上の部分、これ、ペアにしません。というふうに決めたら、その時には、この下にあるこの C さんの完全マッチングの数を数えれば、B さんの最大マッチングで左上の頂点を使わないものっていうのが全てわかるわけです。数もわかるわけです。じゃ例えば、その今、B さんの左上ではなくて、その、ちょうど下、ちょっと下の部分を使わないことにしましょうって言ったらどうなるかっていうと、そうするとですね、考えなくちゃいけないグラフが変わるわけですね。考えなくちゃいけないグラフ変わって、今下に書いてますけども、こんなグラフを考えて、このグラフの完全マッチングの総数を例えばいいでしょうってことになるわけです。で、そうすると、今ですね、この B3 っていうのは、頂点が9個あるので、こういうのをですね、9個考えなくちゃいけないわけですね。まあ、ある種の対称性があるものと減らせるといえば減らせるんですけども、まあそうであったとしても、いくつかのグラフを考えて、そのグラフにおけるいくつかのグラフっていうのはここで言ってる、ここですね。こういうふうにその、一つ頂点を取り除いたグラフを考えて、その上で完全マッチングを数えるというふうに考えてもいいんですけども、で、それは、考えてよくって、それ正当な方法なんですけども、まあそういうことによって、完全マッチング総数を数えることは原理的にできます。原理的にできますし、それはまあ、ある意味で正攻法なわけですね。で、正攻法ですとしか言えないですね。はい。で、それが、一つ目の方法です。一つ目の方法。つまり、使わない頂点を決めて、それを取り除いたグラフの中の完全マッチング総数を数えるって問題を考えるっていう方法です。で、数えられます。で、もう一つ、今から紹介するのは、まず、初めに注意をしておくのは、今から、紹介する方法を別にお勧めしているわけではありません。ただし、まあ、別の方法としてこういうものもありますよってことをご紹介するという形だと思ってください。で、それは何かっていうとですね、こういう形で、一つ上に頂点を追加します。で、頂点を追加して何をしているかっていうと、その追加した頂点から今まであった、グラフの頂点全部に対してこう辺を出す。ちょっとここ重なっていってみないです。辺を出す。ってことをします。ってことをします。で、そのようにして新しいグラフを作るというふうにしましょう。今ですね、じゃあ、もともとのグラフが B5 だったら、この新しく作ったグラフのことを B プライム5と呼ぶことにしましょう。C の方も同じですね。で、そうするとですね、何が言えるのかっていうと、例えば先ほどと同じように、この B3 っていうグラフを見てみると、その B3 から作られたグラフと B3 プライムっていうのがあるわけですね。で、これ頂点数が今10になってます。で、10になっているので、まあもしかしたら、完全マッチングがあるかもしれません。頂点数が偶数だからといって、完全マッチングが必ずあるとは言えないんですけども、頂点数が奇数だから完全マッチングがないということは言えないわけですね。だから、このグラフ完全マッチングがあるかもしれない。で、実際見てみると、まああるわけです。例えばなんかこんな感じの完全マッチングですね。あるわけです。ただ完全マッチングは、一つはあります。で、一つはありますね。で、この今、作った B プライムさんの完全マッチングからの中で、この付け加えたですね、頂点に接続する辺っていうのは必ずあるわけです。これ完全マッチングだから。で、じゃあそれを無視しましょう。今、この辺ですね。この赤い辺。これ無視すると、B3 における状況が出てきて、こういうのが対応するわけですね。こういうの。対応するって何かというと、上のですね、上の B プライム3の完全マッチングを作って、この付け加えた頂点に接続している辺を取り除くと、B3 における最大マッチングが得られます。これはですね、B3 における最大マッチングでは、一つ使わない頂点があったので、その頂点を、保証する。保証するって何も通じるかな。まあ、日本語通じるかなと思って、英語で言おうとしたんです。英語で言うと余計通じないから言わないことにして。だからいい日本語が思い浮かばないんですけども。この、なんか B3 のこの左上を使わないってことを、完全マッチングの問題に置き換えるときに、この一つの、付け加えた新しい頂点で、補ってあげるということをしているわけです。で、それがこの B プライム3というところの、グラフの作り方で表現されているということになります。で、今はですね、この左上の頂点と付け加えた頂点を結んでいるので、この B3 の、最大マッチングとして、
左上の頂点が使われないものというのが現れているわけですけども、まあ、そうではなくて、その B プライム3の完全マッチをして、そしてじゃあ別のものを持ってきましょうと。例えばね、これ、これ、これ。ってやるとうまくいかないんだな。なるほど。こういうのは、うまくいかない場合もあるので、じゃあ、これで、こうかな。こうしようか。こうですね。こういう完全マッチを取ってきます。B プライム3のね。で、そうしたら、それに対応する B さんの最大マッチングはこれになると。まあ、こんな感じですね。こんな感じ。で、そうすると、B プライムさんの完全マッチングの総数を数えることで、B さんの最大マッチングの総数が分かるということになります。で、そうすると、先ほどの同じ、先ほどというか、授業の中でやったのと同じような形で、全化式を作るってことが、できるかもしれません。つまりそれは、B プライム1、B プライム3、B プライム5とか、こんな感じですね。こういうそのグラフを見て、これの完全マッチングの総数っていうのを数えればいいと。で、それは今言った通り、B1、B3、B5、点点点の、最大マッチングの総数。ってことが言えますので、完全マッチングを数えるということを考えてあげれば、これで済むということになります。で、全化式作ってあげればよいということになるわけですね。で、ここまでいいですか？どうでしょう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、あとは、まあ、全化式作るのができなくて、実は、ここまでは、まあ、考え方としては分かると思うんですけども、ここから全化式を作るのは案外大変です。案外大変です。で、それは、ぜひやってみてください。しかし、言えなくって、ちょっとここでやると大変なんで、あと、やるための準備も私してなくて、よろしくないんですけども、割と大変です。割と大変ですけども、できます。で、できるので、できればプログラムをかけるということになるわけですね。で、そうすると、今、下の方にはですね、この C に対しても、その C プライムっていうのを作ってるんですけども、その全化式作るときの再起の中で、この C プライムっていうグラフを見る必要が多分出てきます。多分出てきます。多分ね。で、もしかしたらもっと違う種類のグラフを考える必要もあるかもしれません。っていうふうにして、考える構造が複雑になればなるほど、この、出てくるですね、このグラフの種類っていうのが増えていくってことになります。なります。なります。で、これはですね、ある程度この必然なんですね。必然なんですよ。で、今、先、授業の中でやった時のこの B っていうグラフの完全マッチングを数えるときには、C っていうのが出てきたっていう形で、まあ、2種類出てきたわけです。で、2種類出てきていたので、なんかその、なんだっけ。全化式として、例えばなんか BN イコールなんたらかんたら、CN イコールなんたらかんたらって形の式が出てきていたっていう感じになるんですけども、もっと複雑になると、まあ、それもっと増えていくわけです。BN イコール、B プライム N イコールなんたらかんたらで、その中で多分また BN も出てきて、なんたらかんたら、その中でまた CN も出てきて、で、そのまた別のところで C プライム N も出てきてるからね。で、そのなんか、他のグラフもなんか必要で、もしかしたらなんか DN みたいなものをなんか自分で作って頑張って考えないといけないとかっていう形になるかもしれません。で、いずれにせよですね、こういうふうになんかまあたくさん出てくるかもしれないんだけども、重要なのはそれを使えば解けるってことです。解けるってことです。で、まあ解き方自体は次回の話になるわけですけども、まず、こういうその、全化式が作れれば少なくともプログラムは書けるわけです。プログラムを書ける。で、それは非常に重要なポイントなわけですね。だから、まずそこでその、プログラム上は計算できるってことが言えます。で、次回やる、あるいは、今日公開される動画によれば、それを、数学的に、つまり一般項を求めるということもできるようになるわけです。で、これは非常に重要なことで、一般項が分かると、すごくいろんなことが分かるわけです。そこからいろんな情報を引き出せるわけです。ということで、嬉しくなるということになります。はい。で、ですね、質問は、最大マッチングの総数だったんですけども、授業の中では、これは実は、なんだっけ、
統計力学で出てくる問題に関係があるんだっていうふうにちょっと言ったんですけども、統計力学では、もう最大マッチングと完全マッチングを数えるってことも実はあるんですけども、もっと詳しい、そのシステムの状態の、考察をするときには、要素数を決めたマッチング、例えばですね、要素数3のマッチングとかっていうふうにして、その中、要素数を決めた場合ですね、要素数3、今、3っていう数字には、あんまり意味がないんですけども、その要素数を決めた時のマッチングの総数とかっていうのを計算するってことが、必要になるってこともあります。だから要素数1のマッチングの総数、要素数2のマッチングの総数、要素数3、4、5とかですね。って形で。で、そういうのもまあ同じような形でできるんですけども、これはですね、また難しいわけです。また難しいわけです。で、まあ、こういうことは、いろんなところで実際、研究が行われていたり、あるいは皆さん自身でも、まあ、こういうその規則正しいですね、規則正しい、こういう規則正しいグラフの場合は、まあ、皆さんも全可視作れるかなっていう気がします。で、実際というかですね、研究の話で言うと、もっと複雑なグラフで、どういうふうにこういう総数が計算できるのかとかってことを考えているということが行われています。はい。よろしいでしょうか。何かコメントなどございますか？いいですか？はい。ではですね、これで、コメントに対する回答、質問に対する回答は終わりにしたいと思います。はい。では、今日の録画、今日は、質問ちゃんと回答したので、これは録画公開するんですけども、この公開する録画はここまでで終わりに。今、イヤホンを飛んでしまって、もう一度、ここまでで録画は終わりになります。はい。では、録画はここ。